出前でヨノフェトッパ注文しました。ヨノフェトッパってサーモン丼ですね。なんか視聴者さんから結構いただくお声で、アラチャムチのフェトッパがすごく美味しそうだったっていうのをよく聞くので、ちょっと今日はねサーモン丼注文しました。アラチャムチではないんですけど、お店がねちょっとヨノサーモン専門店みたいです。お店の名前がヨノジャンイン。なんかこんな感じで袋の中に塊で入ってたこれがね私の注文したサーモン丼だと思うんですけど、他にもいろいろついてますね。これは何のタレかな。あ、コチュジャンか。コチュジャンとこれがわさび、紅生姜ですね。で、はい、これがね、あ、味噌スープ、スープかな。で、これがヨノトッパップ。うわー、美味しそう。これは美味しそうなやつだ。なんかね、サーモン、これなんか貝割れで隠れてますが、たっぷり入ってそうですって。あとお野菜もいっぱい。いい感じだわ、こりゃ。で、はい、これがね、わあ、餃子、揚げ餃子、サービスでついてきました。か、ネギもたっぷり乗ってる。ちょっとね、サービスで揚げ餃子来ちゃったんですけど、スーパーでお惣菜で揚げ物いっぱい用意しちゃった。まあ、いっか、一緒に食べよう。で、お値段はこのヨノフェトッパウ、1万ウォン約1000円です。はい、で、今日はね、お水です。はい、じゃあ食べていきます。いただきます。まずちょっとお醤油かけます。で、ちょっとだけね、上を混ぜて。でも私、ぐちゃぐちゃになるのね、ちょっとあまり好きじゃないから、上だけ簡単に混ぜます。ご飯が混ざらないように上の具だけをね、混ぜるっていう。うわ、めっちゃ美味しそう。うわ、これサーモンすごい脂乗ってる。え、めっちゃ美味しそう。ここ初めて食べるんですけど、ちょっといい感じですね、これは。じゃあまずちょっとお味噌汁から。お味噌汁じゃないな、なんかうどんのおつゆみたいな。韓国でね、お寿司屋さんとか日本食屋さん行くと結構こういううどんのお出汁的なのよく出るんですよ。じゃあまずヨノフェトッパブから食べてみます。うわ、お刺身美味しそう。おいしい。サーモンすごい脂乗ってる。ここのフェトップすごい美味しいよ。これサーモン思った以上にたっぷり入ってます。なんかすごい脂乗ってるサーモンが。うん、すごい、めちゃくちゃ美味しい。食べてみようか。これ面白くないですか？お惣菜コーナーで買ったやつ。はい、この3つ選んでみました。まずね、これカニの足がプリント、ロブスターみたいな乗っかってます。天ぷら、おでん、練り物に。で、これがね、小熊チーズのカツと、こっちはね、すごい骨付きのなんかトッカルビみたいなハンバーグみたいなやつです。ちょ、どうしよう、これから行こうか。カツ、まだあったかい。12時前に行ったからちょうど揚げたてが出てた。ちょっとだけソースを。おいしい。まだチーズと小熊、さつまいもに届いてないけど。うん、ロッテプレミアムマートのね、お惣菜好きなんですよね。もうすごいしょっちゅう買いに行く。イーマートとかもいいんですけどね、うん、やっぱりこっちの方が美味しい、ロッテプレミアムマート。あの、さつまいもあんがメインだ。さつまいものは甘くて美味しい。もうこれ先食べきっちゃおう。滑らかなさつまいも、甘いさつまいもクリーム。こっちソースかけるのかな。なんかね、これついてた、これ。お醤油っぽいやつ。ちょっとさっきのこの器に出してからつけて食べようかな。あ、そうだ、これちょっととんかつだけ先に。
揚げドーナツ、揚げドーナツじゃない、揚げ餃子。何気にね、このネギが乗ってるのが嬉しい。ちょっとだけつけて、はい、揚げ餃子です。おいしい。お肉詰まってる。なんかね、ご飯がすごい健康的な、これなんて言うんだっけ、五穀米なんかわかんないけど、まだ紫色の黒米も入ってんのかな。なんかめちゃくちゃ健康的ですね。野菜もいっぱいだし。やばい、先にサーモン丼食べ終わっちゃう。揚げ餃子、うわ、ネギがすごい。うどんのお出汁美味しい。ちょっとこれ食べてみよう。骨付きすごくないですか。これなんかワンピースに出てくるような骨付きのお肉、なんかこうやって食べるやつですよね。わい、かわいい見た目を。見た目だけじゃない、美味しい。トッカエビだ。なんかちょっとコリコリしたのも入ってるし、ちょっとピリッとするね。甘い照り焼きって感じ。なんか子供が喜びそう。すごいお肉詰まってる。これネギと食べると良さそう。ちょっとこれ一旦撤収。なんか朝お天気良かったのに曇ってきた。大変だ、骨が取れた。
美味しい。やばいなこれ。なんか海鮮丼とかフェートッパブすごい好きです。もうこのお刺身とお醤油と野菜とご飯最高ですね、組み合わせが。なんか日本の海鮮丼って野菜がバサッと乗ってるの少ないじゃないですか。韓国は意外とね野菜一緒に入ってるんですよね。はい、カニの爪が、カニの身がボコッと入った。すごいおしゃれ、可愛らしい。見た目だけで買っちゃった。じゃあ結構辛いなこれ。辛いやつだ、結構パンチ効いてる。なんか春雨とかお野菜いっぱい入ってて贅沢というか美味しいですね。うん、いっぱいあるように見えて結構そんなにあっさり食べれた。サーモン丼あとちょっとです。この入れ物はなんでこんなに食べにくいんでしょう。このここにね一個一個入り込んじゃうから一つにまとまらない。うん、美味しかった。あー最高のお昼ご飯だわ。すごい美味しかった。今日食べたサーモン丼はね、やっぱりあのサーモン専門店だと思うんですけどね、メニュー的に、あとお店の名前的に、もうすごい美味しかったです。やっぱりサーモンがねなんかすごい新鮮で脂がめちゃくちゃ乗ってて、あのわかりますね、美味しいサーモンっていうやつですね。結構量もいっぱい乗ってたし野菜もシャキシャキだし美味しかったかです本当に。あと買ってきたお惣菜、まあ全部美味しかったけど、特にこのね何気に骨付きのこれがなんかすごい、お肉もねめちゃくちゃ量たっぷりだし、甘いタレの染み込んだ柔らかいお肉のとっから美味しかったです。これはいいわ。しかも見栄えもこんな可愛らしい。はじめ人間ゴーみたいな。ねえ、わかる？ドテチンとか出てたのわかる？わかる人いるかな？あの、こんなマンモス捕まえてきてお肉こうやって炙って食べるやつ。はい。まあ、そんな感じで美味しかったです。で、アラチャムチなんですけど、何回か動画で撮ろうと思って注文したんですよ。でもね、なんか注文したら30分後ぐらいにキャンセルになったりとか、なんか、出前もね最近できないからちょっと悲しいなと思ってるんですけど、またねお店の方に行きたいなとも思ってます。あ、そうだ、今日のね韓国語をやってないですね。どうしよう。今日はね、今日入ってた野菜、餃子の上に乗ってたやつはパ、ネギですね。ネギパって言います。パパパで、玉ねぎとかはね、ヤンパって言うんですよ。ヤンが漢字で言うと洋食の洋って書くんですけど、まあ、洋食のネギみたいな感じでヤンパ、ヤンパって言います。あと、お米とかはサルですね。サル、サル。これ発音が難しいけど、サル、サル、サル。もうね、これ、発音が合ってるかどうかが本当にわからない。ちょっと書いてるんで字幕の方読んでください。ちなみにね、お米はサルなんですけど、大抵ご飯になると、パッって言います。パッパッパッチせよとかパッご飯ですね。あとまあお刺身とかだったらフェですね。フェ、お魚の刺身みたいな感じでセンソンフェ、フェだけでもよく使います。なのでトッパブがね、丼ぶり、ご飯丼ですね。丼、何々丼みたいな、トッパブ、ご飯の上に何かを乗せたもの。なのでフェトッパブっていうと、まあ、お刺身丼みたいな、海鮮丼みたいな感じになります。よくねメニューにあると思うんで、ぜひね覚えてみてください。じゃあ今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。